まとまってのレクチャーはしないので、個々に当たっていきますから。勝手に選んでいいですよね。やりたいやつでいいんじゃないですか。あ、やりたいのね。あ、もみじやりたい人多いんだね。あ、みんな見たいんだね。やっちゃいけないことだけ先言うね。やっちゃいけないのは、この枝先を切ること。こういう枝先切ることがその1ね、はい、それからその2は、あの蜜って言ってこう枝が3つに分かれてる時に真ん中を取らない。ここ今そっちも見せるから、こういうところの真ん中、はいはい、こう切らない、はい、いいですか。蜜を割らないって言うんだけど、はい、こういう風になってるでしょ、はい、これのここを切らない。真ん中を切らない。ですか？三つになってる。こういうところね。こういう三つになってる。これの、こうしない。あ、ダメ。真ん中を取ると、90度より広くなっちゃうっていうか、うん。そうすると、もう、もみじらしくはなくなるんです。うん。だから、一本残しでもいいの。例えば、ここで言ったら、この中でどれ残すかって言ったら、これなんですよ。これ、一番若い、これです。で、これのペアもついでに残すの考える。これのペアで、これちょっと角度強いけど、これです。これと、これが残る。ように切ると、角度がそんなに鈍角にならない。つまりは、ここの後ろのちっちゃいのも一緒に切るから、ここでまとめて切るってことです。いいですか？こう切ると、これとこれが残ったでしょ、はい、以上、はい。これ以上しない。はい、これで言うと、はい、これと、これを残せば、はい、この状態になる。はい、ね、で、これいらないじゃん、はい、で、ここで一緒に切っちゃう、これで、はいはいはい。こう切るとどうです、あ、なるほどね。同じですよね、はいはい。こういう枝の残り方にしてください。はいはい、で、はい、いつも言ってるような意味枝とかもありますよ、はい、もちろん。だから、これ枝先の話を今したけど、はい、これいらないでしょ、ここ。はい、ここね、はい。ここない方がいいでしょ、はい、こういうふうにはしますよ。はい、先生、あと一つ、はい、このこういう状態はどう処理するの？もう団子はね、もうやめた方がいいよ。あ、やめた方がいい。これを、この状態を、はい、いいようには作れないから絶対、はい、だからこっから取っちゃっていいんだけど、ノコギリでやった。あ、すげえ。あ、そう。そんでね、みんななんかすぐノコギリ使うけど、剪定はね、20ミリとか25ミリまで切れる構造ですから、はい、これで切れないのね、腕が悪いんだよ。こう刃当てて、切り込んでいくときに刃はこの受け刃じゃない方ね、切り刃が向こうへ進んでいくんだから、その方向にこの上の枝を一緒に押してやればいいわけでしょ。ここが固定されてるとしたら、こうハサミ当てて、これ握っていくときに、これを向こうに押してやりながら切れば、簡単に切れるわけですよ。で、とにかくこんな枝をいくらこう直してやろうが、どこにもいい角度ないし、もうこんなんしたらダメ。だこんなになる元っていうのはこういうところ切っちゃうってことよ。こうやって刈り込んじゃうとか。こんなことしたらこうなっちゃうね。だからこういうものを作らないね。で、最低限これだと、ここまではいけそうだね。要するにね、この枝、もしどうしても直さなきゃなんなかったら、この枝はなんとかなってるから、ここで落とす。で、まあ、ちょっと救われたよね。あら。で、こうしとけば、まあ、なんとか。でも、このごついところからこの枝の太さだからね。あんまりかっこよくないのはわかるけど、でもまあ、しょうがなきゃこうしかない。うん、それかもなくしちゃうか。いい方向に。残せばどのくらい細い、これじゃ細いんですか？それじゃ細い、それじゃ細い。このくらいのやつを見つけて。もうこのくらいでもいいんじゃない？あ、これでも大丈夫ですか？うん、残すよ。うん、それ残し、そうそうそう。これとかですか？そうそうそう、そういうこと。うん、切ってみて、それ。下から刃入れた方がいい。下から刃。
うん、いやだから2本一緒に切るんだから、あ、そうそう、そういうこと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 、うん、そんな感じでいいです。でその雰囲気に合わせるとこっちはこのぐらいじゃん、ね、でもっと行きたきゃここでもいいけど、これ方向いいからね、ここでもいいけど、それはセンスだね、うん、そのぐらいな感じ。はい、これもだから立ち枝に なっていきそうだったらね、例えばこれ立ち枝になりつつあるでしょ、はいはい、だからこの辺の枝の方がいいじゃん、あ、はい、角度はこれとか、はい、このスタート切っちゃう、うん、そこかこれ残すかどうかだけどね、うん、1本だけ残すんならそこだし、例えばこれとこれ残すんならここで綺麗じゃん、うん、だからそれは試してみてどっちがいいかだけど、そうそうそう、うん、こういう感じにすれば立ち枝が残っていかないじゃん、だからそうなりそうな、こういうのもそうだよね、これもほっとけばこれがだんだん立ち枝になって茂っていくじゃん、うん、今のうちにここに切り戻せばおとなしく、うん、そうそう、そこまで切り戻せば横にこういい感じにこういってる枝になるじゃん、うん、そうそうそう、そんな感じで、こういう子も、あ、そんなんいらない、うん、はい、あ、そんなん手で指で描く、こういうとこね、こういうのはね、もう指で描いちゃって、こうやって、そうするとスッキリするから、こっちも使えるよ、だからこっちごついじゃん、もう、うん、だからこれ切っちゃってこの枝を残した方がいいかも、うん、はい、そう、いいんじゃない、でこの辺がこうなくなれば、はいはい、ね、スッキリするから、はい、でこれだと、うん、こう、どれを残したいかな、これを残したい、これとこれ、これ残す、はい、これこれの下向きのやつとこれを残したらいいのかなと、はいはい、これのところ、うん、こっち、とりあえずこれは、うん、うん、ここで落として、はいはい、でこれを、うん、でかすぎるか、いや、でかいかどうかより、はい、いい枝があるかどうかだから、うん、この中で言ったらいい方向があるのは、はい、もうこれぐらい下の方だと、で上の方行ったらこれとか、ね、うん、これとかだよね、はい、うん、だからここで切るか、はい、ここで切るか、そんな感じ、うん、そっちの方がいいね、うん、なるほど、うん、でもあんまり良くないね、方向は ね、うん、目立つし、うん、ここの方がいいかもな、そうです、ね、この方がいいかもね、はい、ね、この方が目立たない、はい、うん、はい、わかりました、はい、上の方もやってね、はい、下の方を決めちゃってから 上に手伸ばすと肘とかで絶対その今残した目変えちゃうからね、ああ、はい、だそうだ、よっぽど気をつけないとね、うっかりして肘でやっちゃうんだよ、はい、わかりました、わかります、切り戻しね、うん、この辺に枝あるでしょ、ちっちゃい枝、うんうん、そこまで切っちゃってください、それを残すんですよ、いやちっちゃい枝を残す、これがギリギリ残るところで、残るところで切るの、ええ、これを残る、これだけ残る、いやいや、だからこれだけ残すんだから、ここでしょ、うんうん、ここでしょ、はい、そうです、そういうふうに、こういうふうに、うん、ね、ここも同じようにやってみて、これ今の、うん、それを残すんだから、そう、そっち側、そうそうそう、でこの切り残し してるけどしないでギリギリに、はい、ね、ここで、はい、こういうふうに、そういう感じ、これは残すの分かります、どれだか、ないそんなにガッといじらないで残すの、これ、はい、これを残るように切る、いや、んこれだけ残りゃいいね、うん、これだけが残りゃいいね、うん、じゃあそこで切ってみて、内側の枝残っちゃうでしょ、それじゃいいよ、切ってみて、ほら残っちゃってんじゃん、これが、うん、これも切り残しでしょ、切り残ししちゃダメ、いやいや、これもほら切り残しだって、こういうふうにここできちんとここにちょびって出っ張んないように、こっちが特に出てるから詰めた方がいいよ、やっとくか、これね、
いいよ、ゴミそんなのに入りきるわけないんだから、ほっぽっときな。うん、これは、だから、こういう枝を残すから、うん、この枝残して、こっちの上のでかいのを切ってください。付け根で。付け根でね、うん、切り残しないでね。はい、そうそうそう、そういうことです。はい、で、こういう枝先が気になればね、ちょっとこう枝先をちょっとつ、ね、取るとか、こう冷たかったら詰めてもいいけど、うん、これはモミジと違うから、冷たければ詰めてもいいです。はい。初めて、ネズミを切るんですけど、うん、やりやすいでしょ。うん。どうしたらいいか、あの、花いい。あの、実は見ない。うん、どっかで見れるからいいんじゃない。この辺残ればいい。少し残ってればいいって感じで、うん、パーンって出てるやつはもう落としちゃっていい。ここでもいい。そこで切ると内向だけが残っちゃうから、うん、むしろここだな。はい。うん、剪定で。うん、それちょっと強いよ、枝がね。はい、うん。上手に切ってね。はい。あ、そうそうそう。切れそうなハサミだな。切られる方向にこう、押すんだよ、枝をね。そうです。で、これちょっと花残したい気もするかもしれないけど、ここまで切り戻して。こいつ残し。あ、はい。っていう切り戻し方。はい、あ、乱暴よ。ちょっと乱暴。この手が今これをグリッてやったでしょ、はい、で乱暴。これ相当、これ残るんだから。そうそう。あ、いい感じ。そういう感じで。そう、残したいのはどれなのかな。こっちだろう。これ2本似たようなもんですよね。切った後に、スッと伸びて残ってる枝をどれにしたいかな。こっちですか。枝先。最後に残る枝先。だからあんまりそうやって持ち上げたりなんかしないで、自然に見て残したいのが、この辺じゃないじゃん。こっちですか。え、こういう枝でしょって言うの。こういうの残したくないですか。そうか、中だから。うん。そんな張り出してないし。そうそうそう。で、上のこの部分は、必要かな、あ、これ、こういうのがあればいいでしょ。うん、下にあればいいね。うん、って言ったら、これ上いらないでしょ、うんうんうん、だからここからいらないじゃん、うんうん、これいらないってことでしょ、印ついてないでしょ、ほら、だからこれいらないじゃん、そしたらこれ残したいのが残ったでしょ、うん、で、この中でもこれとかこれはいらないわけでしょ、うん、そしたらそれはなくせばいいじゃん、切ればいいじゃん、これでいいんじゃないの、これいらないかもしれないけど、はい、で、これ気になったらこれ切ってもいいし、そういうふうにマークを、少しスカッとするんだけど、この辺に来ちゃうんですか、切りすぎて。スカッとする、いや、あの、ですよね、全体的に小さくしたいなっていうんで、ああ、じゃあこれだけ残しにする、そうですね、うん、そうすればこれとこれペアになるから、ここで切ればいい、こう切れば、ああ、そういう感じか、うん、です、はい、ありがとうございます。だからどれを残したいか見えてます、切り終わった時にシュッと枝先がそこで終わるっていうやつよ、その辺なの、いや、だから枝先を指さしてほしいんで、その残る枝先を、切るところを聞いてんじゃないんだよ、切るところを聞いてんじゃなくて、残したい枝先だから、さっき剪定したら最後に枝の先がピュッと残ったでしょ、はい、それがどこかっていうのを印してって言ってんの、枝先だよ、だから残す枝先だから、そんなに手掴む必要ないじゃん、枝先だよ、枝先、先って言ったらこういうところが先だよ、そう、そこ、まあ、じゃあ、それ残したい、はい、うん、そしたらおのずと切るとこ決まるじゃん、どこよ、これが残るように切るって言ったらどこよ、左手いらない、右のハサミだけでいい、これを残したいんでしょ、はい、これだけ残るように切ればいいんだから、ハサミの位置を当てて、これ、そうよ、そうそうそう、その向こう行ってんのもいらないよ、後ろもね、はい、おう、そうだよ、だから残っとけ、はい、
OK。こういうこと。はい。これしばらく使ったら、はい、1個でいいよ。だから、はい。で、残したい枝先をまず、ね、だからそんなごちゃごちゃって手かき分けて入っていく必要ないんだよ。それを残したかったの？違いますね。だからそうやっていじればいじるほど、なんか木を傷めるからね。例えばさ、一回してくれる？この枝を、この枝は残して切ってくださいって言われたらさ、これ。これ残してって。したらどこで切る？なんで切るかっていうと、この枝に、こう、後ろの枝が被ってるでしょ、上から。だから脱出させたいわけ。そうそうそう。そこでしょ、はい、ほら。だから何も手深く入れる必要ないじゃん。うん、取るときだけじゃん。うん、いいしょ、うん、これが残したかったんだから、成功じゃん、うん。そういうことです。なるほど。うん。つけて。どれつけたの、枝先だよ。これをつけるってことは、ここが残るってことだよ。行き過ぎですよね。小さくしたいとかさっき言ってたからさ。どこ残るんだろう、かっこいい枝先だよ。こういうのかっこよくね、この枝先かっこよくない、こういう感じですか、え、かっこよくない、いや、かっこいいですよ、いいでしょ、うん、そっちもいいかな、うん、だからこれがいいんだったら、これのどこの枝先が欲しい、これが残したいの、そうですね、うん、この辺、うん、この辺っていうか、じゃあこれとこれ残そう、はいはい、え、これでこれで、うん、そしたらとりあえずこれ残すにはどこで切るの、この上で、うん、切って、これ残すよ、これを残すんだよ、うん、後ろの枝いらないよね、 あれを落としちゃっていいですか、うん、立ち枝だからね一緒に切っちゃうんだ、そういうのね、残してこない、切ったやつを残してこない、これか、ああ、そうそう、あ、本当だ、で、次これだよ、これ残して切って、はい、残すんで、うん、ここで切る、うん、そうそうそう、うん、で目的達したでしょ、はい、どうでしょう、これは切っちゃいけない枝、あ、そうですか、はい、うん、はい、これもね、はい、あの、っていうのはさ、ここに枝がないと戻せないんだって、はい、だからこれは切り戻しになってないんだよ、はい、枝抜きしちゃってんだよね、あ、うん、これをやると、これ小さくしたいっていう時に、ここのあった枝のここまで切ってここを残したいのに、この枝がないから、はい、のっぺりしちゃうでしょ、あ、これ間延びしちゃうってことなんですよ、はいはい、だからこの枝は切っちゃいけないの、だから中の枝を切っちゃいけないの、これこういうのはいいんだよ、こういう立ち枝はこれはいいんだよ、こういうのはあっちゃいけない枝だからこれはいいんだけど、はい、こういうの切らない、とりあえず重なってるのを落としたんですかね、重なってるの、この辺が結構重なってたので、なんで重なるかっていうと、はい、これはね、出どこここでしょ、はい、この枝は出て、はい、これは合ってるけど、はい、こっち方向じゃ、ここにあるんだから、はい、本当言えばこの方向に欲しいわけで、はいはい、でこれこっちに来てること自体はいけないけど、はい、なおかつこれがなおさらこっちに行こうとしてるでしょ、そう、あ、そうです、これ、はい、でしょ、はい、したらもう出どこからしてこっちに行っちゃいけない方向に行っちゃってるわけだよ、だから重なるの、あ、はい、うん、だから重ならないようにするには、これがこっちへ行こうとしてたら これとかでこっちへもう引き戻さなきゃダメ、あ、切るとしたらあれ残して切ってみて、はい、うん、そう、そういうふうにすると角度も落ち着くし、この枝にも影響しなくなったじゃん、はい、そういうことです、そうか、ね、これを残してこれを切っちゃえばよかったんですね、そう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 、これがこう入るじゃん、うん、そうそう、そういうことだから、そうに戻したいなっていう時にその戻す枝をなくしちゃうから戻せなくなっちゃう、なるほど、うん、そう、ここで、そうそう、そう、そうするとこう方向もいいし小さくなるしってことね、ちょっと細いの、うん、どうですか、頑張ってます、うん、
なんか頭が枝多いな。届いてないんでまだやってないです。届くとこで切れるかもしれない。今こういうところはちょっとやりました。ああ、やった。だから反対側のあそこの塊とかはちょっと透かしたいと思ってて。そうだね、はい、っていうかその塊いらない、もしかして、ね、いらなくはないんだけど、もう嫌じゃない、いじっていくのが。だからこれ、はい、これがあるんだから、やっぱりそうだ、こっちへ落としちゃっても、はいはいはい、これがやっていくから、こっちの方が柔らかいから、これを落とす。そうそうそう、それを元で、はいはい、で、あとそっちに行ってるこれ、うん、はい、それもどれかいらない、これかな、それを、ああダメだ、それダメだね、これですね、それかその真ん中に生えてるやつ、これですか、それ、それを抜くとちょっとやりやすくなる。はい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 、はい、かなって感じ。はい、はい、分かりました。はい、ありがとうございます。どうか。これ下だけです。うん。上ちょっとやってみて。はい、それとかやってみて。はい。これだよこれ。この枝やってって言ったの。あ、これ。はい。うん。どれ残す？どの枝先を残す？残すんでしたらこいつかな。どれ？そうだね。そうそうそう。正解です。はい、じゃあそれが残るように切る。はい、OK、いいね、切り残ってる、大丈夫、はい、大丈夫、はい、大丈夫、 OK、 OK、はい、うん、この枝はちょっと気になるな、このそれが背が高すぎるのと、この奥の3本ぐらいが、うん、あのね、っていうかその枝の章が、はい、徒長枝なんだよ、元、あ、はいはい、だから、はい、こういうふうには強い枝になるでしょ、だから弱めるためにこれを残して、これ、はい、これを残してこっちをこう切った方がいい、はい、そうするとちょっとその徒長枝の性質が弱まるから、これでいい、柔らかくなる、こっちから、俺が今刺してた方からやった方がいいと思うよ、枝ちょっと引っ張ってきて、こう、こういうふうに、こっちか、うん、うん、だからそうですね、うん、それでも切れるかな、そう、はい、そうにするとその徒長枝がちょっと柔らかく見えるでしょ、うん、混雑もなくなりましょう、うん、そうそう、はい、混雑もなくなる、はい、はい、そこ一本多いな、これが多いんじゃねえかな、これかな、これがね、はい、上行ってごつくなってるよね、はい、これ抜いといた方がいいです、いや、もともと、いやいや、その左手が持ってるとこ、はい、ここです、そうそうそう、はい、それはノコだね、はい、はい、あ、頭届かない、いや、そこじゃかわいそうだな、今その枝がすごいいい枝だから、これが、こいつがいい枝だから、これは絶対残してやって、はい、うん、だから、あそこで、あれを残しで切ってほしいな。わかりました。この上のところですか。そう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 。はい、うん。この辺ちょっとやってみてくれる。あ、これやってもらおうかな。これやって。はい。残す枝どれだか言って。2本残して。あ、1本でもいいし。まあ。枝先だよ。枝先。じゃあ印。はい。はい。あ、はい。はい、枝先。残した枝先に巻き金。残したい枝先だよ。枝先だよ。枝の先っちょの葉っぱ。うん、そうそう、その左手で座ってるような、とこだよ、枝先ってこと。最後に残る枝先の葉っぱ。そうそうそう。それ残す？あ、いいかもしれない。やってみて。それを残して切る。うん。もう一段下でもいいかなと思って俺は言ったんだけどね。あ、そうですね。そうそうそう。あ、うん。そうですね。うん。かもしんないね。はい、うん。それ切って右行ってる枝を一枝なくした方がいいかも、これが。これですね。うん。はい、これとこれの方がペアが綺麗だから。うん。だからこっちはなくしといた方が、あ、おっぴろがってる感がなくなる。これがそうですね。そうそうそう。はい。はい、それでいいと思います。はい。うん、これは出っ張ってるよね、出っ張ってます、でも必要な枝だね、はい、どれを残す、
そう、そうそうそう、はい、したらそこで切る。そう、だいぶ判断早くなってる、はい、うん、はい、ちょっとこうなってるからね、うん、でもしょうがないね。お待たせ、どうですか、やって、切って、あ、はい、もっとバッサリいっちゃって、いやいや、バッサリバッサリをしたくしたいわけじゃない。剪定し終わった時に残る枝先に印つける、はい、切り終わった後に残る枝先、枝先だよ、だからこういう先っちょだよに印。これは残して、うん、いいね、うん、他にもある、残した枝先ある、これも残したいんです、うん、そうね、ペアだからね、はい、じゃあいいじゃん、これで決まりじゃん、それは残るように切ればいい。はい、うん、うん、で、でもこれいらないんでしょ、これいらないんでしょ、はい、これもいらないんでしょ、はい、でしょ、はい、でこれが残ればいいんでしょ、はい、でこれが残るように切ったらどこよ、剪定だな、どこ当ててみて、どこで切ればいい、そういうこと、そういうことよ、はい、そうそうそう、したらこれでいいでしょ、だから印つけてそれが残ればいいんだから、それ以外を切るっていうだけよ、自分が残した枝を、そうそう、どれかだよ、うん、お、ネズミマチ、こう待ってたところ、そっち回りしてんの、うん、はい、いいよいいよ、そこはこれ、うん、それ花切れてもいいから、はい、いいんだけど、それどこ、どこを残したい、切った後どれが残ればいい、この外に向いてる、うん、それ残すね、はい、 OK OK OK、 そういうこと、そういうこと、はい、OK、 はいはい、あ、変な角度だね、枝がね、この辺の、はい、うん、なんかどうやって切るのか、どうやって切るというよりは、どれを残したいか、あ、どれを残したいの、残したい枝先にマークしてくれ、はい、あ、残したいんですか、残したい枝先、枝先、はい、うん、こういうやつとか、こういう切ったやつ、枝先だよ、枝先、あ、枝先ですね、うん、剪定が終わった後に最後に残る枝先はどれ、あ、ね、枝先、これ立ってるやつはちょっと 残したくないね、はい、どれを残したい、あ、枝先ですよね、うん、今のとこだっていいんだよ、別にそれ、それだ、それが残したいんだから、そこでいいよ、ちょっと残したいの、残したいの、はい、それは後ろの枝から出てても、あ、はいはい、こっちは、はい、ここですか、あ、残したいの、どれを残したいの、2つだね、もう1個だね、どの枝先を残したい、あ、これ、これ、うん、いいね、はい、もう一個、はい、もう一個ぐらいないと輪郭できないかな、だから、うん、それいいんじゃないですか、うん、いいね、あ、でも切るとこ決まったじゃん、はあ、そしたらもうこう、うん、こっち、はい、その枝を追っかかないように印つけたのがきっちり残るように切ってよ、はい、じゃあこれ、ここで、うん、はいはい、そうそう、うん、そっとね、他の枝痛めないように、はい、はい、でもう一個、それは、うん、そうね、はい、そうでね、はい、あ、これでいいですか、 OK、 いいでしょ、はい、ほら、はい、残ってる、そうですね、あ、で、そう、マーク外して、あ、あ、ありがとうございます、OK、はい、で、これだよ、問題は、これを残せるかどうかは、はい、これを辿ってって、はい、で、他はいらないってことなんだから、はい、これは切っちゃっていいってことよ。あ、そうですね。あ、そこはダメ、そこは。だって、これついてるよ。そこからついてる。あ、どこからついてるかよく見て。自分でつけたんだから。あ、ここからついてるから、ここになっちゃうんですね。そういうことだよな。そう。だけど、ごちゃごちゃしてる感じじゃなくなる。これで。うん。はい。
そう、ほんで残ったな。オッケー。そういうことです。はい、ありがとうございます。はい、はい、うん、ありがとうございます。そうそう、そういう感じでやっていけばいいわけ。わかりました。ここ、はい、ここ切りたいなと思った時にどれ残そうかってまず考えて、はい、まず決めて、はい、これ残すのかこれ残すのかって決めて、はいはい、これとこれ残すならここだし、はい、これだけ残ればいいならここだしってことでしょ。わかります。そういうこと、はい、うん、そういうこと、はい、どうですか、ちょっと平ったい感じになってきたの。もともと低いのか、かなりうん、ごちゃごちゃ、ごつごつしてる、うん、どれをどう残したらいいかちょっと分からなくなってきた。こっち残すか、これ残し、はい、で、切って、もう切っちゃう。そうそうそう、はい、で、奥もそれで、あれ残して切ってこれ残し、はい、どう？ああ、スキルしました。したでしょ？ほいでいいじゃん。ああ、うん。うん、ここだったら？ここだったら、うん。それ残す？いいよ、それでやってみたら。これ残すって言ったら、はい、どこで切る？ここですね。うん。はい。もう一段縮めたかったら？これでもいいけどね。でももう少し縮められるじゃん。そう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 、うん、ただそこでもいけるでしょ。うん、その方が縮まるじゃん。うん、ここはどれ残し、それ残し、うん、それ残しだとこっちへ干渉してくるのが早いかな。うん、それ残しだね、しといた方がいいね。うん、後ろのも一緒に切っちゃっていいね。はい、そうそう、うん、上手、いいじゃん、いいじゃん。わかりました。じゃあちょっと、うん、はい、この辺が惜しかったね。ね、惜しむらくは、はい、うん、だからかりましたね、そこはやっぱりほら切り口がすごく目立つしね、そう、ちょっとね惜しかったけど、でも飲み込めたと思う、それで、はいはいはい、うん、ここはすごいよね、うん、だ次はもっと良くなるんじゃない。で、この辺は気にしない感じですか、もう根元すぎて。気にしながないよ。気にして切っていいんですか、切っていいんですかってか、これが横に行ってたら、どれを切りたいの。こっちもこっちで変な広がり方をしているので、うん、これがこれとこれで重なってるから、うん、どっちを行こうのかな。今のところどれを切りたいの。私ですか、うん、私はこれがないんだったらこれとこれですか。え、一本一本上のどのその枝に関してどれを切りたいのって聞いて。この枝に関して、うん、え、この枝、あ、どうぞどうぞ、はい、切っちゃっていいですか。うん、だって答えてくんだけど返事のしようがないよね。切っちゃった。どうぞ。ああ、うん、はい、あとは、いや、あの悪い順で言うとこれは全くいらないよね。うん、うん、さっきこれを落とすって言ったから、はい、それはないだろうと。ああ、これは絶対残すだろう。これはこの枝はね、この枝自体は絶対残すよ、はい、だから切るとしてもここで切るよね。ここで。それで、それと対になるようにしたら、まあ、これなくっても、これが残れば、これとの関係は取れるかな、と今ちょっと見てて思うね。っていうふうに煮詰まってくると、はい、今言ったところはもう全部なくても、OK だよね。これ切る。これ切る。そこまで考えて、OK。ちょっと目先にこう行きすぎないで、うん、どうぞ切って、離れてみて、うん、だからムラがあるんだよ、その終わってるとこと終わってない。だからこれここ終わってるでしょ、はい、ここ終わってないじゃん、うん、あ、なんでこれここやってあってここやってなくてここやってないじゃん。これもだってこういうふうにしなきゃこれでやったことになるでしょ、はい、でこれやってない、はい、でしょ。だからそれで通り過ぎちゃダメだよ、はい、これも変だな。
すげえ鈍角残しになってんな。枝の選択が違うんじゃないかな。これのかっこ悪いね。あ、はい、むしろここで切っといちゃった方がいいぐらいかっこ悪い。あ、もう古いか。うん、かっこ悪いね。90度以上になって。オッケー。あとここだけだ。ここか。うん、確かにこれもこう見てますね。うん。これもここです。そうかな、うん。そこはよく考えた方がいい。いやいや、ちょっと待って、切る前に。だから、どれを残して、ちょ、だから、ね、ちょっと切り急ぎすぎ。あの、残る姿を想像できてないよ。はい。残したい枝先に2つ印して、うんはい、そこの枝に関して。最後に残したい枝の先に印して。うんうん、そこでそうやって考えてるじゃん、うん、考えてんのに切りに行くのはおかしいだろっていうの、それは乱暴なんだよ。ちゃんとどれを残したいからここで切るっていう理屈がないと、うん、いやいいよ、そうつこうと思ったらつけて、だから つけてるうちはその切られないうちはまだ直せるからさ、だから言ってんだよ。なんか切り急いでる気がするからね。それとそれを残す、うん、ほう、はい。じゃあ、そういう残し方で切ってみて。そのマーキングしたのも残るように切ってみて。マーキングのとこだけを言ってんの。俺が言ってんの。マーキングした枝が残るように切り戻してって。そうだよね。そこだよね。うん。うん。で、もう一個は洗濯バサミに入ってる、立ってる方が。そうそうそう。そう。それが基本でしょ？切り方の。ね？だから、いきなりここへハサミ持っていくこと自体が、何をどうしたくてそこで切ろうとしてんのか全くないんだよ。根拠ないのにハサミ使ってるから。それダメ。こんだけの枝が出来上がるまでにすごい時間かかってんだから、簡単に切っちゃダメ。よく考えて、どうなるのが一番この木が美しいのかってことですよ。結論出ませんか？いや、別にこれ正解があるわけじゃないんだよ、うん。正解があるわけじゃないけど、僕だったらね、この枝先は残したいじゃん、この辺は。だから、まあ、こうするけど、もっと根本的なこと言うと、僕はここで切る。うん、こっちスカスカになっちゃうか。関係ない。関係ない。枝の流れの方が大事なんだよ。うん、だって濃くしておきたいんだったら、うん、